大事な柿の木やね。そうやね。私はやっと10年。それはまだまだ。いやでもなってんねん、一丁前に。あ、柿か。うん。ももくり3年、柿8年。ほらな。ほんまやな。ぶら下がってんねん。この葉っぱおいしいねで。え、葉っぱ食べれんのそれ。それ葉っぱ好きよ。辛いないねで。これはね、白菜の漬物に、入れのちゃん、赤いの。あ、入れたり、ね、うん。お漬物に入れたりなんすよね。うんうんうん、私はボンサンバラの赤持ってるわ。向こうのピンクの。これのか。うん。あれ、あんねんけど、あれは、外国のやつやね。それと一緒で。なかなか赤いのはあらんよ、こっちには。え、私のとこ赤あんで。ほんま。ボンボン。ボンサンバラ言うねんな。ボンサンバラって言うの、うん、ボンサンバラ、うん、仏さんにこのケイトな、うん、これよう種が飛んでな、あちこちのお墓前で行ったら飛んでる。そうやろ、うん、あれ、うん、あ、ご飯食べんとちょっと出してきたんや。 お腹空いてきた。そらご飯も食べなあかんわ。うん、せやけどな。しかしオクラこんな立派なの、私もう邪魔なんか抜いてん。あ、ほんま置いといたらよかった。作ってはったんか。うん、なん慌てて抜かんから。抜かんでえのにな。うん、ほんで歯取ったはんやろ。うん、歯取ってる。うん、畑したはんのか。はい。よけ？よけじゃないね。30坪。さつまいも植えてる今。もう収穫しないかね。今ってどうなの？もう取らんない。もう取らんのか。うちらは入らへんだわ。50本買うてな、うん。こんなちっちゃいやつが通しからへん。え、そらさん寂しいだ。持ったんかしらが、ほんまにならへんだ。葉っぱもほんのあらへんだわ。あれ空気食べれるもんね。そうそう。空気はでも一羽か二羽取った。ああ。うん。これまだ。あの米田さんに教えてもらったの、ほら、辛くて、な、うん、なんて、つくだ煮みたいに。ああ、そうそう、じゃこ入れて、ね。そう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 。美味しいねで、今食べとんねん、私も。唐辛子美味しいね、つくだ煮が。え、そうなん。唐辛子入れたらいいんだけど、葉っぱだけしか入れてない。ダリアもあんで。辛いやね。ダリア。ね、咲いてない、まだここ。やっぱり涼しいんやな。もうつぼんで、これ2番目やの。え、あれなぁ。これからやの。焦げたで。私、台風で焦げてな、うん、バラバラなってん。うん、ほんで、かんて、ぐちゃぐちゃになって。そう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 。やっぱりここと痛みとは空気が違うな。それは違うやろね。全然違うわ。うん。痛みか。うん。にぎやかいとこやな。そやで、にぎやかいとこやな。そう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 。でもいいなのわざ。あの娘がここにおんねや。どこ？あ、こういたの。飛行機がよう見えるわな。うん、もう近くに飛んでる。前にな。うん。空港があんねん。そうそうそう。あ、よこれ一緒にな。なったらこれ枝をって言うんねんけど。うん。スローガンであかんねん。これもまだもうちょっと。みんなこれが。まだ揃ってないわ。うん、枝を折ってみんな出したはねで。これちょっと。これな、魔除けに取ってんねん。魔除けになるの。うん。うん、これはいたわ。あげようか。あ、ありがとう。魔除けにしよう。釣ったの。うん、釣ってんねん。釣るとええの。うん。うん、こんな、みんな売ってしまうんだ、釣っとこ。うん、釣っといた方がいい。魔除けにしよう。言葉によってああ、清志郎。うん、あの、うん、怖い、お参り行くねん。そうか。うん、中山寺はほら、多い人やな、あそこ。うん、多い。けど、道がちょっと用しはったの。そうやねん、ようなって。おばちゃん、よう知ってはんな。子供おんやん。そうか。あの、家の、あの、あ